はい、アラジです。今日も一日ノーノルミット外してワクワクだらけでいきましょう。今日は、まあいつも俺がいつも言ってることなんだけど、とにかく飛び込んでみろ、ファーストペンギンの話をちょっとしたいと思うんですけれども、まあ俺もね、まあまあこういう人間なんでいろんな企画を提案するじゃない。今度こんなことみんなやろうぜ、今度こんな一緒にやったらどうっていろいろ言うじゃん。もうそれが仕事みてえだからさ、でそうするとさ、多くの場合がさ、あ、面白そうだな、面白そうだけど、まあ、ちょっと様子見てどんな感じになるか少し様子見てからやろうかなみたいな人が多いじゃん。興味はあるんだけども、なんかな、なんか最初やるの怖いしな、ちょっとやり方もよくわかんないしな、誰かがやってっから見ようかな、そっから考えてみようかななんていう人が多いじゃん。それが大多数じゃん。だそういう生き方はね、俺はすごく良くないと思うよ。とにかくなんだかわかんねえ未知のところに飛び込むしかないんだって。俺も一時期さ、パソコンのさ、この画面にさ、リスクを取って未知の世界に飛び込まなければ大きな成功はないって書いて貼ってたことがあって、この俺も。それね、そんなのとこのファーストペンギンの話なんだけど、ファーストペンギンといえばこれがこう有名な、あれごめん、これか。見える?はい。ファーストペンギンといえばこれが有名な写真なんだけれども、これこいつが、あ、ごめんとか、ちょっと。この一番最初に飛び込んでるこいつがファーストペンギンだよね。ファーストペンギンってどういう話かっていうと、まあ有名な話だけども、一応ここで言っとくけども、ペンギンの群れがさ、こう氷の上にいるわけじゃん。こう今度はこっちのさ、でさ、こう腹減ったな、餌ねえかな、あ、ちょっと餌少ないさ、みんなで奪い合っちゃおうかなみたいなこと言ってる時に、あれ、あの海のあそこ、あの下にやべえ魚いるんじゃねえか、あれ、あそこでも海飛び込むとちょっと危険は危険なんだよな。なんかこうシャチとかいたら俺も食われちゃうしな。でもあそこいっぱい魚いそうだけど、まあなんか危ねえかな、やめとこうかなってみんな思ってるわけよね。でもそれは最初の一匹がさ、いや俺行ってみるよ、あの魚行ってみるよ、あれ魚食えるんじゃねえかな、行ってみるよつって飛び込む一匹がいるわけじゃん。そうすると魚いっぱいいて食べ放題になるわけよ。ほいでさ、そのペンギンを食いに来るでっかいシャチとかもさ、まだ最初、あ、ペンギンがいるって気づかねえからさ、最初一匹飛び込んだだけだから、シャチも別に気づかねえんだよ。そして魚食い放題なんだよ。で、その後、あれ、あいつあんな魚食ってる、よし、俺らも行こうぜって言って、2匹目、3匹目、4匹目、5匹目がみんなでバババって飛び込むじゃん。今度そうすると、魚もやべえ、ペンギン来たって逃げちゃうし、シャチもやべえ、ペンギンがそこにいるって食いに行こうぜってシャチも食いに来るし、後から飛び込んだやつは食われちゃうんだよ、シャチに。魚も食えねえし。でも最初に飛び込んだ1匹、最初の方に飛び込んだ1匹、2匹は魚食い放題食って、みんなが飛び込んでくる前にお腹いっぱいになって、シャチが来る前にまた氷の上に上がって生き延びるって話だよ。だから要は、なんか新しいことにリスクを取って飛び込んだやつだけが、まあ美味しい目に遭うってことだよ。進化があるってことだよ。アーリーアダプターってやつだよね。世の中すべてみんなそうじゃん。なんだかわかんねえけど面白そうだからやってみる、ファーストペンギン、アーリーアダプターっていう人たちがいて、大衆はそれについてくるわけじゃん。みんなが気づいて、だんだん気づいて、だんだん集まってくるわけじゃん。ね。だから、とにかく最初に飛び込んだやつが勝ちなんだって、一番おいしいんだって。と俺は思ってますよ。何かあった時には必ず先に飛び込めるように俺はいつも思ってるし、そういう人がと仲間になりたい、そういう人がいっぱい集まってほしいと思ってます。そしてね、これはさ、別にもう生き方の問題だからさ、別にこれはどっちだっていいんだよ。俺はこう思うっていうだけでさ、一般大衆として普通に無難に生きていこうって思ってる人は別にそれでいいわけさ。別に一般大衆が悪いと思ってねえからさ。ただ何かみんなと違った普通じゃない成功、いやもしくは失敗だったりよ、そりゃ、をしてみたい。ちょっと普通じゃない新しい自分、まだ見ぬ自分、今までとは違う自分、昨日までの自分とは違う自分に出会ってみなかったら、出会ってみたかったら、とにかくやっぱり飛び込んでみるしかないんだって、未知のところに。それはまあ危険も伴うと思うよ、それはもちろん。でもまあ全然死にはしないでしょ。いわゆるほら、中東ガザ地区とかじゃないんだからさ、こう地雷があってドーンって死んじゃったりしないでしょ、道の分からない路地に足を踏み入れたら。でもそういうもんじゃないじゃん、今このご時世、日本で別に死ぬことなんかねえよ、何やったって。だから、あ、そういうふうになれればなと思っていますかな。踏み込んでみたいという人はぜひ集まってもらえればと思っておりますかな。
まあいいや、そんな感じでしょう。とにかく新しいところに踏み込んでいきましょう。私でした。